今回は新トゥルーエンドを目指して一気にやっちゃいたいと思います。3回目なんですが、でやっとここまで来たので、こっから撮影を開始してるんですけど、まず赤い液体と青い液体を機械で混ぜて、紫の液体を作って、それを持って、こんなに選択肢ありました。はい、紫の液体が出てきたので、これを持ってボスを戦って、勝ってミカに飲ませるっていうのが、ミカをまず救う方法ですね。はい、もう3回目なんで、謎解きも多分ほぼ大丈夫なんで、サクサクやってザクザク編集で、もう最後まで一気に行きたいと思います。ねえ、もうね、セーブがね、本当に青銭貯めたくていろいろやってたら、セーブがぐちゃぐちゃになっちゃって、結局最初からやらないと新トゥルーエンドできないっていう最悪な状況になったので、もうやってます、やるしかないので、行きます。行けました。樹木王に倒したので、こっからもうミカを助けて次に行きます。動きがやばい、ケケケケ、ちょっと狂ってる状態で、そうだ、あの紫の薬、これを飲ませます。ヒロシはミカに飲ませた。あー、戻りましたね、これ OK。 ん？あれ？ヒロシ？よかった、正気に戻ったのね。これ紫を作らないとミカがまず助けられないっていう状況ですね。全員助けますよ、今回は。タケシだけ初回は助けられなかったんで。あー、またこっから。じゃあ次墓地に行って、また1からやっていきたいと思います、謎解き。鬼首墓地に移動します。ミカを助けると、このミカの演出がありますね。なんか探してるっていうので出てきまして。バイクを買いました。ヒロシバイク。で、ここも3回目なので、大体わかってるんですけど、ポンちゃんをね、助けられてはないんですよ、2回とも。3回目はちょっとポンちゃんも助けつつ、やりたいなと思います。あーごめんなさい。びっくりした。あー、びっくりした。キャットフード取ったので、もうポンちゃん行きますか。行ってみよう。初めて。あ、違う演出だ。捕まえてみますか。あ、出てきた、キャットフードをあげる。あげてみよう。ポンちゃん、ご飯だよ。にゃ。あら、首輪に何かついてるわ。え、こんなのあったんだ。どこかの鍵を手に入れた。ふにゃにゃご。あれ出た。無理やり捕まえた場合は、確か向こうの奥の部屋に落ちてたのかな。オッケー、ポンちゃんも助ける演出、助けるというか、キャットフードをあげる演出も見れた。オッケー、タグロに切り替わったので、ここも。ザクザクっとやってきます。もう一回カードキーを使わないとエレベーターが動かないので、このロボットから出るんですよ、ここ。ボキャーン、出たー！一回巻いてから、カードキーゲット。危ない危ない、一つ目やだな。うわー！オッケー。これ腐ったとこ見ると青鬼が出てくるので、見ないでいきます。このここね、ここ見たら青鬼出てくるので、スルーしていきます。いけた。ここも3回目以上。はい、とりあえずミカ助けてるんで、タクロウも助けられるはずで、ミカが出てくるか、ポンちゃんも助けたので、ポンちゃんも出てくるか、ちょっとそれは、おお、もう来た。やられちゃうときはね、全員死亡バージョン、もしよかったらご参照ください。今回は全員助けるバージョン、新トゥルーエンドをやっていきます。わっ、来るな、転んだ、ミカが来た。1回目と同じですね、これの墓地と、何ですか、ここの施設の別、逆バージョンとかだと、ミカより先にタクロを助けると、ポンちゃんが助けに来てくれるかもしれないですね。オッケー、これで、今んとこタクロとミカを助けた状態。で、行きます、次。タケシを助けに、いよいよ、行きます。タケシはね、まだ助けたことがないので、はい、鬼没山、鬼没山。タケシ助けますよ、初めて。行きます。はい、入ります。ここにいるんですよね。あ、鬼が、来たー！ちょっと思ったより早い！待って待って！どこだっけ？どこに逃げればいい？危ない危ない危ない！怖い怖い怖い！ロッカーあったよね、こっちにね。まずロッカーに逃げて！オッケー！オッケー！あの紙見といた方がいいかな？あああ変えたんだった、おっきいのに！やばいやばいやばい！ああ、びっくりした。まだいる！どこに逃げればいい？やばい！このロッカー入れない！
して、ここから雪のゾーンで、いよいよたけしを助ける。でございます。で、ダイナマイトで、あそこの穴蔵を爆破、うわぁ！あー、びっくりした。よし、巻いたので、ここからたけしを、初助け。生きてる？助けるよ、今度は。助けるよ。秒数が少ないので、キラキラを全部無視して、ロックだけ解除して、たけしのとこに行く。ただそれだけ。できるかな？ 30 秒、35秒。よし、全部無視して。やばいやばいやばい、動かしにくい。助けるよ。たけしだけは助けなきゃ。やばいやばいやばい。焦る。動かしづらい。で、レバーはこれ右側ですね。よし、開いた。で、このまま、たけしのとこに、あと14秒、ちょっと待って。いけるかな？やばいやばいやばい。たけし。うわー、あと7秒。ちょっと待って、いけるかな？これ失敗したらやばい。OK かな？いけたかな？これ押したらもう間に合わなかったとかある？あ、切れた、よかった。たけし立てますか？うー、ひろし。初演出。やっとたけし助けられた。セーブがね、できてなかったんですよ、この直前で。1回目、2回目。あー、よかった。間に合った、ギリギリでも、たけしと接触すれば間に合ったってことですね。え、あ、そうだ、ボス戦、ボス3回目、行きたいと思います。来るよー。よし、危ないよ、バイク。あ、やばいやばいやばい。で、これは動くのがあるんですよね。オッケー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 です。手が、うわー、危ない。気持ち悪い。よし、真ん中にいても安全ってわけじゃないのか。いけない、やばっ。あー、いけたかな。よかった、たけしを助けられた。そのようですね。もうダメかと思った。背中向けてる。あ、向いた向いた。怪我はありませんか？寒さで体がガタ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 。うん、一回戻って。寒かったからね。よし、じゃあ、最後。え、これで全員助けた感じ？一人に一緒に戻るんじゃないのかよ。そうだよ、頑張って。男の子でしょ？一人で戻って。あとは、そうだ、千歳のお姉ちゃんを助けるのかな？千歳を最後まだ助けなきゃいけない。はい、行ってきます。よし、北の洞窟に行きます。最後ですね。怖っ。あ、違った、牢屋の鍵じゃなかった。はぁー、急に出る。もう向こう行ってヒューズをもらってきて、電源装置を入れ、うわーもうどこにいたの。危ない、生きてる生きてる生きてる。やばいやばい、ロッカー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 、ここだ。0726。うわー、また出た。でかいでかい、自分で設定しておいて。でかい。うわー、無理無理無理かも。ない、ロッカーがない、無理だー。よし、これでフワッティが出るから、これを巻く。フワッティを巻く。やだやだやだ。どっちだったっけ。こっちかな。やばいやばい、来てる。3回目です。3回目で分かっていながら死ぬっていうね。やばい、これ、こっちだったっけ。動かしにくい。で、どっかにロッカーが。あったあったあった、ここだ。はい、回収します。骸骨から、本を回収して、使いますよね、確かね。OK。よし、もうなんかやってる。うわー、フワッティじゃなくなってる。やばいやばいやばい。やばいやばい。でかい。うにょうにょしてる。ちょっとガチャで出たのでね、使ってるだけなんですが、思った以上にでかかったな。はい。続きやってます。6159。あ、違った、何番だっけ。記憶が違った。フィッシュですよね。フィッシュ6193か。6159じゃなかった、6193で。はい、記憶が間違っておりました。はい、6193で開いた。あ、で、ここだ。うわー、はい、さっき取ってきた本をセットして、あー、危ない。本を入れた。で、ここに隠し扉が、隠し部屋があって、で、ここで電源コードを手に入れておいて、ここですよ、なんか書いてあったんですよね。
飛ばしちゃった。真ん中に立って北へ一歩、東へ二歩。真ん中に立って北へ一歩、東へ二歩。OK。はい。で、電源装置入れたので、OK。ボタン押します。赤、緑、青、赤、黄、OK。あ、来ました。行きます。はい。で、これは名前をね、読まないと動かないみたいなんで、一回触れて名前を読んでから動かせる。全部落とします。OK。 QP ですね。 QPK。 あ、で、ここで、うわー、出る。まずスコップを手に入れないといけない。あ、鬼を一回巻く。開くんだ。ここ大事。ここめっちゃ大事。ろっかろっかろっか。普通の青鬼が出てくるっていうね、最後に。あー、ここじゃない。あ、違った。危ないよ。声が出なくなってきた。無理。OK、いなくなった。よし。ちょっと待ってよ。あそこ今、青鬼が出てきた奥でスイッチを踏むと、奥のとこに行けて、で、スコップが手に入りますよね。カチッと踏んで、あのキラキラのスコップを手に入れる、シャベルシャベルだった。で、シャベルを持って、で、ここが大事、保存する場所。トゥルーエンドと新トゥルーエンド両方行けるので、ここで。まずちょっと Q と P をセットして、青神様開けといて、OK。よし。で、ここで一回セーブします。はい。で、セーブして、新トゥルーエンドとトゥルーエンド、一気にやっちゃいたいと思います。まずは、全員助ける、新トゥルーエンド。なので、スコープを使った、はぁー、もう、危ない。OK。今、スコープを持ってる状態で、ここのパソコンのある、奥の部屋で、ここだ。北へ一歩、東へ二歩で、二歩。で、シャベルを使う。出たー、これだー、お守り初アイテム。これがあれば、助けられる。千歳を？お姉ちゃんも？わかんない。とりあえず、これを持って、同じように進めばいいはずなんですが、いきますか。で、これで青神様に、バイカーヒロシで挑みたいと思います。はい、準備はいいです。お守りをただ持っただけで同じ感じなのか、ちょっと初なんで、行ってみます。あ、同じですね。100人目の生贄が。いや、生贄のつもりじゃないんですよね。毎回言われますけど。おめでとうじゃなくて、助けるよ、今回は。青神様、魚だったよね。はい、行きます。なんか人がいっぱいいる。お姉ちゃんはどこ？こんなにいたっけ人。なんか勢揃いしてる。一人ずつ行く。この位置を多分一緒。よし、ここで青神様をやっつけないといけない。で、その後ですね。はい、ボス4回目。いや、もう、ここ長いんですよね。はい、行きまーす。ラスボス、青神。このチョンに当たるとやばい。うわ、怖っ。どこに来るか。待って、もうこっちだ。長いんだ、ここ。危ないよ。行っちゃおう。怖い。怖い、危ない。よし、なんとか抜けた。沼抜けた。で、氷かな？墓地かな？墓地だ。墓地も抜ける。ここも通れる。墓地を抜ける。オッケー。青墓地もある。よし、で、氷、雪、滝沈むんですね。怖い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 、ちょっと氷怖っ。見えない。はぁー、怖い。待って、画面がこうなる。
よしよし、村、もうごめんなさい、手がね、指がこうなっちゃうんですよ。よし、いけた。さあ、こっからどうなるかっていう初めてのシントゥルエンドを見たいと思います。一緒だね、このままだと私がおとりになるから、ヒロシは先に逃げて。一緒ですね。え、それでは千歳が、やばいやばい、来てる、青髪が来てる、もうやつが来ちゃうわ。ヒロシ早く逃げて。待って、助けるにはどうしたらいいんだ。お守りは私が持ってる感じ。ありがとうヒロシ。え、待って、わー来てる、これ大丈夫なやつ。ここまで来て死んじゃうとかないよね。お願い、みんなを巻き込んじゃってごめんね。一緒だ、演出は。あ、変わった。え、お守りが青髪止まってるね。青髪様ピヨピヨ以外止まってる。ん、どういうこと。あ、引退してるお姉ちゃん。え、青髪様とお姉ちゃんなの。違う。ストーリーがよく分かってないかもしれない。今のうちに逃げなきゃ。青髪がちょっと、お姉ちゃんが止めてくれてんのかな。お守りで助かった千歳。来たー、無事だったんですね。お守りで持ってるだけで助けられたっていうことですね。 OK、 これでお姉ちゃんが助かったのかどうかがちょっと分かんないですね。とにかく無事でよかったです。お守りを持ってるだけで助かった。みんなバス停で待っています。早く向かいましょう。よし、これで多分お姉ちゃんがどうかわかんないけど、シントゥルエンドは一緒だね、ここ。めっちゃ来るよ。生まれ生まれ生まれ、まだ生き続けるんだろうな。 OK、 ゲームクリアになった。これがシントゥルエンドかな。あ、違う演出になってる。ねえねえ、知ってる？幽霊停留所のバス停の話、誰かが喋ってるっていう感じかな。あ、知ってる。バス停の近くにあるトンネルが崩れて危ないから、青髪様が埋まったとこかな。あの周辺一体閉鎖されるんでしょ。あ、みんな聞いてるっていう感じですね。向こうの女の子たちが喋ってるのかな。幽霊停留所も廃止されるんだって。へえ、でもまあ、あそこら辺誰も住んでないし困らないよね。休んでるんですよ、それが。確かに。ギャルだな。誰も住んでないか。まさかあんなところに村があるなんて、誰も思ってないよな。千歳は生まれ育ったってことですもんね。タクロ、すまん。千歳にとっては生まれ故郷だよな。うん、いいの。ほんと村全体おかしかったし。みんな巻き込んじゃって本当にごめんなさい。いやー、危なかったところでしたよ。千歳が謝ることじゃないわよ。そうそう、ミカの言う通り、千歳も被害者だったんだしな。あんな村にいたら誰だっておかしくなるよ。ありがとうみんな。お姉ちゃんはどうなったのかな。あ、お姉ちゃんのことは残念だったけど、みんなが無事で本当によかった。お姉ちゃんも生贄になっちゃった後だったのかな。お姉ちゃんだよ、双子のお姉ちゃんだったかな。千歳、ん、どうしたの。たけし、もしかしてもう一回村に行ってみたくなっちゃった。煽る系ですね。たけしには強い。そんなわけないだろう。もう心霊スポットはコリゴリだよ。常に汗をかいている。あれは恐怖だね、たけしは。結構 S っぽいな。あ、でも村にカメラ忘れてきちまったから、取りに行くのもワンチャン。な、ないよ。ガタ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 。めっちゃいじられてる。面白。ああ、またガタガタし始めちゃった。たけし、頑張れ。嘘だよ、カメラまたいいやつ買おうぜ、金出し合ってさ。やばいな、タクロウも。タケシにお金をせびるという。なあ、タケシ。ジャイアン系ですね。え？この常に困ってる顔。そうと決まればカメラ買いに行こうぜ。賛成。バイクに乗るヒロシが見つめる。え？ほら、行くぞ。ま、マジかよ、行きたくないな。お金だけ出させられる。どうしたのヒロシ、行かないの。約束守れなくてすみません。いや、気にするよね。
約束？お姉さんを助けるって。あ、うん、いいの。お姉ちゃんを助けられなかったのは正直悔しいけど、最後にお姉ちゃんに会えたから。会えた？お姉ちゃんが守ってくれた命だもの。お姉ちゃんの分までしっかり生きるって決めたの。青神様に食べられちゃった後にお姉ちゃんが見えたのかな。そういうことかな。おい、二人とも行くぞ。呼びに来た。うん、私もですか？当たり前だろ、みんな校門で待ってるからな。行こう、ヒロシ。まったく、やれやれですね。どんなお家？これで終わりかな？はい、終わりました。シントルエンドかな？はい、助けられなかった人数0人。これで全員助けて、解放したエンディングが3分の2になりましたね。この辺は一応マップが埋まりまして、たけしを助けた、助けなかった、ミカを助けた、助けなかった。で、ノーマルエンド見て、あ、今のがやっぱりシントゥルーエンドでしたね。お守りで千歳を助ける。で、真ん中が、トゥルーエンド。確か3人を助けて、千歳を助けないパターンがトゥルーエンドっていうことなんで、ここもね、クリアしていきたいと思います。はい、もう一回ラスボスを倒しまして、お守りは持ってきてない状態なので、千歳は今回は助けられないトゥルーエンドをやっていきます。エンディングだけ見て、終わりにしたいと思います。ここは一緒ですね。ごめんね。多分初回が千歳助けられなかったので、その演出と一緒だと思います。ごめんね。お姉ちゃん助けられなくてごめんね。ごめんね。はあ、これで千歳は一応助けられなかったトゥルーエンドですね。3人だけ助けたパターンですね。あ、バス停になった。ヒロシ、たけし、ミカ、タクロ、これで揃ったっていう感じですね。私は大丈夫です。千歳は助けられなかったんでございます。おい、ヒロシどうしたんだよ。千歳は私たちを逃がすために一人でおとりになりました。嘘。ちょっと待ってよ。それじゃあ、ふざけんなよ。どけよ、ヒロシ。トンネルの入り口は巨大な青い化け物によって破壊されてもう通れません。戻っても無駄です。でも、千歳が。早く逃げないと巨大な青い化け物がここまで来てしまうかもしれません。悔しいね。今すぐ逃げましょう。千歳の犠牲を無駄にしないためにも、ヒロシ。くそー。みんな逃げるぞ。はい、これで、トゥルーエンドですね。千歳助けずで解放したエンディング3分の3。はい、これでトゥルーエンド見ましたので、全部クリアということで、青鬼オンラインでは、特別スキン、X 人鬼スキンとポンちゃんスキン、これがゲットできる状態になりました。あー、長かった。お付き合いありがとうございました。はい、ということで、まだヒカキンさん編は私やってないんですけど、たけし編、ミカ編、タクロウ編も随時更新されるようなので、またちょっと楽しみに待ちたいと思います。はい、ということで、シントゥルーエンド、トゥルーエンド見まして、青鬼オンラインのスキンをゲットという感じになりましたので、この辺で終わりにしたいと思います。あ、いけました。青鬼オンラインを開いたら、ちょうどもらえました。X、青鬼 X クリアで、X 人鬼を入手。はい、続いてポンちゃんも入手ですね。ノーマルエンド、トゥルーエンド、シントゥルーエンド、それぞれクリアするたびにスキン報酬がもらえるということでございます。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらまた見てください。それではまた、バイバーイ。